皆様こんばんは。キーレイジャズプレゼンツ第35回キーレイミーティングの時間がやってまいりました。今夜も皆様のお相手はピアニストの成田玲、ベースの桜です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、1月の後半、1月のどうしたんですか。21日ですか。そうですよ。はい、はい、1月の21日の放送です。皆様いかがお過ごしでしょうか。あれ前回って何日でしたっけ。前回が7日じゃないですかね。あ、そうそうそう、ちょうど緊急事態的なやつが、そうそう、そうだったんですよね、出たぐらいのタイミングでしたね、うん、またあの仕事がサーンってなってますけど大丈夫ですか。私は生きていきますか。いい効果音ですね。そう、サーンってなってますよ。そういう感じ、そうですか、うん、なってますけど生きていけるんですかね、私はね。ねえ、大変ですね本当に。ミュージシャンは皆さん同じことを思っていると思いますが、はい、うん、はい、あのミュージシャンとかあとライブハウスとかね、うんうん、飲食店もそうの皆さんもそうですけど、もう本当早く終わってほしいですね。ねえ、あ、仕事がサーンってなりながらも、はい、あのあれなんですよ、ウクレレ音楽院とかそっちの方はこう、うん、好調で、うんうん、なんか何でもリモートで仕事する時代だなって思ってるところです。そうですね。あの配信ライブとかもね、あの最初、まあ、去年の、まあ、だから6月とか始めた時よりも確実にみんなクオリティが上がってるもんね、うんうん、配信のクオリティが、ね、うん、確かに、うん、音も映像もすごい綺麗で、うん、ね、あ、先輩はカメラ買ったのって、はい、あれですか、試し撮りしてないんですか、まだ。あ、しました。ちょうどね、うん、先週撮ってたんですよ、そのカメラで。先輩のアルバム、今回はですね、2枚目のアルバムの中から1曲だけちょっとまあ試し撮りも兼ねてというか撮ったので、また近日中に公開したいと思います。お、あのシネマカメラでしょ。そうです。映画はいつ撮るんですか。映画はね映画ね、まず出演者とかね決めなきゃ ね、どんな話にするかとか、ね、うん、桜井さん主役でいきますか。あ、じゃあよろしくお願いします、うん、しょうもない感じになりますね多分。あの生い立ちから始まって、あ、その自伝、自伝自伝はいいよ。まだいい、まだ早い、ちょっとまだ早い、まだ早い、うん、まだ早いまだ早いですよ、うん、自伝はいいでしょ。ちょっとごめんなさい、猫が怒った、はいはい、猫が怒った、足触ってたら猫が怒った、ごめんごめんごめん、ちょっとあっち行って、あっち行って、はい、さよならさよなら、はい、はい、すいませんでした。いいえ、自伝はいいですよ。あの私のあのミュージックビデオ撮ってください、先輩。あ、いいですよ、よかったら、うん、ぬくもりぬくもり撮ってほしい。いいですよ。あのちょうど多摩川沿いがね、ほう、テーマなんですよ、うんうんうん、最初の歌詞が多摩川沿いを走る車のみたいな、うん、だから多摩川沿いでちょうどいいと思って。ちょうどいいですね。はい、イメージとかあるんですか、桜井さんの中での。あ、イメージですか。物語的なイメージというか、あ、こういう人がいてとか、あれですね。何ですか。あの結構人から見て、はい、出た出た、真面目に綺麗に撮っちゃったよって思われるやつがいいですね。あ、いいですね、うん、それいいと思います。、うん、いつもふざけてるのに、そうそう、急にね、急に真面目なやつが、そう、うん、いいと思いますよ。ちょっと人によっては寒って思われるぐらいの、いや、そのどうした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 、ね、うん、どうしたどうしたってなるやつがいいですね、はい、それも笑えるみたいなね、うんうん、逆にいい、うん、そういうのがいいですね、うん、何のイメージのも伝えられてないけど、ね、でも先輩に多分イメージしてもらった方がいいと思うよ。あ、なるほど、ね、特になんか物語になってるとかじゃないから、なんかまあ多分玉川沿いでウクレレ弾いて歌ってるみたいなやつじゃないですか。いいですね。割とこうロケーション的にも撮りやすそうですしね。はい、うん、もしよかったら、はい、お願いします、はい、シネマカメラで、シネマカメラで、はい、じゃあ前半は例のやつやりますか。昨年ですね、あの、はい、何月とはっていうのね、ずっとやってたじゃないですか、はい、うん、で
桜井さんが食に対する漢字があまりにも読めないということが発覚したので食に関するだけかなっていう謎はありますけど ね、 なるほどね。ちょっとその辺は分からないですけど、まだこれからですけども、はい、ね、あの少なくとも食に関してちょっと疎いかなっていうのがね分かったの で、 で、ね、うん、あの僕はあのフルートの宿題を出されたので、はい、逆に僕の方からあの桜井さんに毎回漢字の宿題を出していこうかなと思うんですけども、はい、今ですね、あの皆様が見ている動画の方にもメニューをお出ししようと思うんですが、はい、このメニューをね読んでもらって点数をつけようかなと思うんですけど、はい、これ何個ありますかねこれ最初のコース抜かして、1,2,3,4,5,6,7,8,28 ぐらいですかね、大体、うん、大体30本、うん、30本弱ぐらいあると思うんですけど、うん、じゃあ行ってみますか。はい、これ何点持ってるんですか私。どうしようかな、加点でいいんじゃないですか、うん、28分の、うん、っていう感じでいいんじゃないですか。はい、いきますね。いきますね、はい、はい、じゃあ右、お願いします。まずこれ右上から読むんですよね、はい、そうですね、読む順番は、はい、料理長の方からじゃないですよね。はい、違います、いきなりいきなり料理長の紹介ではないです。料理長の紹介じゃないですよね、はい、わかりました。じゃあちょっといきますね。これはわかるよ、シワス、うん、松葉コース合ってます？合ってますよ。松葉、多分松葉でいいんだと思いますけどね、うん、はい、かんぐっちゃいますよね、こうなるとね、商用コースの可能性です。そうそう、はい、おこんだて、まあ、次からがね本番なんで、はい、あの次から行きましょう。え、これ分かります？先付き来た機械え、これ一文字違う、先付き来た機械、赤なし、え水菜、水菜はっつったよ、うん、うらちもうね期待通りですね。だってこれは無理じゃないですか。え、ちょっともう一回いいですか。先付き来た機械、あまりにも面白すぎてちょっともう一回いいですか。あ、はい、先付き来た機械っていう、うん、食べ物ですかこれ。赤なし、水菜、うらち、ゆずのジュレ、2点2点しかもらえないのこれで2点しかもらえないですか、めっちゃ感じあるのに。6分の2ですね、はい、次に行きましょう。あ、もう答え教えてくんないんだ。そうですね、最後まで行ってからにしましょうか。はい、行きますね、はい、あ、お椀、うん、ブロッコリー豆腐、鮮魚、これなんて読むんですか勘でどうぞ。鮮魚クズかな、クズたたき、お、あつた、はい、あ、もう一回いいですか。じゃあおわんのとこから、はい、おわん、ブロッコリー豆腐、鮮魚、くずたたき、お、素晴らしい、ここはもう全問正解ですよ。やった、これあのあれなんですよ、うん、知り合いにくず原さんっていう名前の人がいることを思い出したんですよそこから来たんですね。そう、そこから来ました。あ、はい、はい、いきます。おつくり、高知県鮮魚三種盛り、うん、これはいけるだろう、これはいけますね、はい、これは2分の2ですかね、はい、はい、次も行けますね、これ、うん、ハッスン、ハッスンって何、季節の食材6種盛り、うん、はい、はい、いきます。焼き物、鮮魚、塩焼き、うんたんうんたんって何そういうキャラのそういうキャラ、アニメキャラみたいな、ウータンみたいな、ウンタンちゃんみたいな、ウンタンちゃんみたいな感じじゃない、じゃないですね。カリフラワーのすり流し、うん、ウンタンじゃないですか。ウンタンじゃないです。4分の3です。はい、次行きましょうか。もう止め八？ため八？なんて読むのこれ？カモ、カモジブニ、カモ、カモ。じカモナオカボナオベニカモジなんですかね、カモナオベブカモナオブニ何を似てんすかこれで、ヨド大根でしょこれ、きっと、うん、ヨドとか読みますもんね、うん、キクナ、うん、じゃあちょっともう一回いいですか、はい、はい、
タメハチカモジブニヨド大根聞くな。惜しかったな。意外と合ってるんですけどね、4分の3ということで合ってんの、うん、実は答えも言ってるんですけどね。あ、そうですか、うん、難しかった。難しかったですね。じゃあ次行きましょう。はい、お食事しらすと九条ネギの土鍋ご飯、うん、赤で汁こうのものあった、はい、全問正解。いや、それはちょっとならなかったですね。あ、そうなんですか。はい、残念ながら。じゃあ次いきます、はい、甘味さつまいものムース、うん、リンゴの赤ワイン煮。これはいけた、これはいけたな。 1,2,3,3 分の3ですかね。どうぞごゆっくりお過ごしください、はい、ということでですね、はい、28分の21点、はい、お、すごくないですか。なかなか高得点じゃない。そうですね、最初にしては最初の1行目が一番面白かったですねすごいすごい、はい、これであの初級編です。あの難しい、あ、これ初級編なんですか、はい、難しいのはね、ま、いっぱいネタあるんで、あのそれはまた次の回とか、はい、次の次の回に言っていこうかなと思うんですけど、はい、これ気づきました、この先付きっていうのは別なんですね、はい、そうです、やっと分かりましたか。はい、先付き来た何っていうよりっていう食べ物じゃないですか。違うです、上に何の、まあ、順番とかあるんですけど、先付けお椀を作り、はいはいはい、発寸焼き物甘味というね、はい、だ先付けですね。先付けっていうんですか、はい、まあ、なんかね、いろいろ読み方があったりも、前菜みたいな感じ。そうですね、わかりやすく言うと、次は、はい、なんて言いましたっけ。北寄り貝ですね。これホッキ貝ですね。あ、ホッキ貝っていうんですか確かに読めな、そう読めなくもないですね。ホッキ貝は見たことないですか。ホッキ貝知らないです私。あ、ホッキ貝ね。ホッキ貝なんて食べることあります。寿司屋に行けばありますね。寿司屋は私だって行かないですもんね。でも卵とか、うんうん、卵かんぴょう巻き、あとなんか唐揚げとか食べてるんですよ。ホッキ貝は唐揚げプリンとか全然寿司じゃない寿司ローだから、寿司ロー、寿司ローだから焼肉とか食べてますよ。もうそれはあの子供が食べるやつじゃないですか。そうです、ね、ホッキ貝はあの赤と白の色の、あー、うん、なんか見たことあります。まあ綺麗なグラデーションになっている、貝ですけども、はいはい、で次は赤梨、なし、赤梨じゃないこれはあれですよ、あの野菜ですよ。赤がないってことですか。違います。謎謎みたいになってる謎謎ではない。違います。割と一般的な野菜ですけど、はい、え、なんだろう、赤梨、カブです。あ、カブってこんな字書くの、はい、やば、初めて知りました。長い人生の中で初めて知りました。カブなんて漢字知らないもんね。まあね、ひらがなとかカタカナで書くことが多いですからね、うんうん、へ、漢字で書くとこうなりますね。これは勉強になりましたね。次、はい、水菜でしょ、うん、これは分かる、大丈夫、ね、え、次なんて言ってました。裏地、裏地、裏地、裏地じゃないのこれ。これ占いの裏だからってことですか。うん、 あとあの浦部さんとかね。これはじゃあヒントは、はい、キノコ、あー、なんだろう、あ、しめじ、しめじ、そうそうそう、うんうん、しめじですね。へえ、しめじもこうやって書くんですね、うん、当て字とかじゃなくて。どうなんですかね、こういうのってね、うん、うん、へえ、しめじ、まあ、しめじですね。なるほど、あの湿った地って書く書き方もねありますけど。あ、そうなんですね、うん、はい、勉強になりました。柚子のジュレは大丈夫ですね。柚子のジュレは大丈夫でした、うん、ここがまあ一番の難関、はい、難関ポイントですね。最初に難関が、うん、あるんですか。ねえ、たまたまだとは思うんですけど、うん、で次は、次全問大丈夫だったんですね。次多分いけたと思います、うん、こっから調子良かったですよ。調子良かったですね、うん、でお作りも大丈夫ですね、うん、で次発寸も大丈夫だね、うん、ここ良かったんですよ。で、あ、これうんたん、うんたんね、うんたんじゃないんですよこれ。うんたんじゃないですかこれ。うんたんちゃんみたいな感じじゃないこれはヒントは、まあ、高級食材ですね。うん、
高級食材知らないですね。北海道とか有名ですね。まあ日本中どこにでもいますけど、カニじゃないです。黄色。黄色、うん、マンゴー。なんてだよ。どんな味だよ。どうしたらそうなる。桜井さん嫌いかもな、今までの話をまとめると。寿司ですか。あ、寿司にあります、あります。ウニだ、ウニ、ウニ、はい、出た。一回も食べたことないですね。食わず嫌いですか。もう食べる気にならない。明らかにまずいじゃん、いや見た目が。明らかに人が食べるものではないじゃん。あ、もう人生損してますね。そんなウニは食べた方がいいですよ。絶対やばいですよ、絶対やばいです。スシローのウニは少なくともやばいです。次、これ止め鉢でいいんですか。これ、これ止め、あ、止め鉢なの。止め鉢ってどういう意味なんですか。こう八寸とかも、そう、どういう意味なんですかね。みんなね、意味があるんですよ。それをやると、うん、なかなか大変な、ね、あの、じゃあ次回にしましょう。そうですね、はい、どっかでなんかそういうお勉強をしても面白いかもしれないですね、はい、あの、なぜ今言いたくないかというと、焼き物とかハスンとかあるじゃないですか、すっごいいっぱい言い方があるんですよ、はい、でそれが次のテストとかに出ちゃうんで、あ、今は触れとかないでおこうかな。テストに出ちゃうんですね。そう、テストに出ちゃうんで。わかりました。そう、はい、ということで、はい、これはまとめ8。止め8、うん、止め鉢、うん、ですね。次はカモジブニです。うん、ジブニですね。あ、ジブニ。ジブニは聞いたことないですか。ないです。私カモ、あ、カモジブニみたいな。そう、カモのジブニっていうことですね。あ、カモジブニかと思ってました。あ、違います。それからカモジブニかと思ってました。カモジブってなんだろう。カモジブじゃないですね。あの、ジブニは金沢とかのね、郷土料理ですね。知らない。ジブニって何ですか。ジブニ、まあカモとか鶏肉の、まあ、似たものですけど、なんて言ったらいいんだろうか。違うんですよ、ジブっていうのは、うん、あの似てる時に音が、うん、え、音じゃないのかな、音って聞いたこともあるんですけど、ジブジブみたいな。そう、ジブジブっていう、お、擬態語、擬声語、なるほど、うん、と思うんですけど、うーん、まあ、この辺なんか諸説ありそうなんで、うん、いろいろね、ちょっと気になる方は調べてもらえるといいかもしれません。はい、淀、はい、大根、うん、これは正解でしょ。大丈夫です、うん、淀大根って何ですか。淀って何ですか。これね、淀大根、僕もちょっと分からなくて、最初見た時に調べたんですけど、うん、淀大根はね、聖護院大根。え、聖護院大根っていう、あのまん丸の大根見たことないですか。あ、ないですね。京都とかでね、よく作ってると思うんですけど。あ、京野菜的なやつ。あ、そうです、そうです。そう、まあ、聖護院大根とか丸大根とかね、そっちの方がよく聞くかな、うん、というか、僕は淀大根っていうのを初めてこの時知りました。うん、はいはい、じゃあ次行ってみます。まあ大丈夫、ね。これ合ってました。うん、赤デジルでいいの？あ、違う違う、それは違います。だって九条ネギの土鍋ご飯は合ってる、はい。合ってます。赤デジルは？デジルはちょっと覚えておいた方がいいと思います。これ読めないとお姑さんに怒られるパターンだと思うんで。そうっすかね。うん、赤デジル。赤デジルじゃない。すごい響きですよね、赤デジル。絶対に聞いたことがある単語です。あ、本当ですか、うん、絶対聞いたことあるけど、あ、こうやって漢字で書くんだっていうのを多分知らなかっただけだと思うんで、うん、じゃあヒントは昆布とか鰹節とか、あ、だしか。そう、赤だし。そうです、そうです。あ、赤だしって読むんだこれ。はい、デジルじゃないですか。味噌汁みたいなこと。味噌汁みたいなことですか。そうですよ。これ具はな、書いてないの。具は書いてないですね。赤だしは何の味噌汁か気になりますよね。うん、だいたい豆腐が入ってることが多いですけどね。豆腐とかなめことか。赤味噌って、うん、家が赤味噌の味噌汁でしたみたいな人っているんですかね。あ、いるんじゃないですか、地方によっては。うん、うん、そういう地方がありますからね。味噌汁って多分家庭によって全然違いますよね。そうですね。あ、
味がね、うん、味噌汁ってすごい体にいいんですよね、うん、らしいですよ。飲まないんですか？全然飲まないです。あ、年間で2回ぐらいしか飲まないですね。もう年中行事ですね。うん、あんま好きじゃない？いや、そんなことないんですけど、うん、作るってなんなくないですか？あ、でも日本人ですから飲んだ方がいいですよ。あの一人とかだと、まあ、確かにね、めんどくさいっていうのはありますけどね、うん、あれですよ、だってすごい余りますよ。味噌汁って最高何日飲めるんですか？いやいやいや、1回に自分が飲む分作るんですよ。だって少量を、だって大量に作るものじゃないですから。そんな作り方できなくないですか？できます？一人用の、できます、できます。だって別に水の量と味噌の量を減らせばいいだけの話なんで。なんだっけ、お湯に注ぐやつじゃダメなんですかね？まあ、それでもいいですけど、そんなに味噌溶かすのにね、時間がかかるわけじゃないですから。そんぐらいは。ちょっとその時間も惜しい。惜しいんですか？惜しいです、うん、ちょっとゲームやんなきゃいけないんで。ゲームやりながら、じゃあ味噌汁を作るというのはどうですかね？ちょっと目離したら冷やがっちゃいますよね。一人で。それ目離しすぎだ。沸騰して空気に溶けます、ね、はいはい、ということで、あとは大丈夫だったのかな？あとは大丈夫じゃないですか、はい、うん、何も知らない割に、まあ、甘味とかね、まあ、甘味と読んだりもしますけどね。よくね、これあの漢字の読み方で議論される、はい、されますよね。あの甘味どころか甘味どころかみたいな、ね、甘味なのか甘味なのかとか、いろいろあるんで、これも気になる方はぜひ調べてみてください。はい、はい、ということで、はい、うん、28分の21点ということで、すごい高得点、うんうん、じゃあまた、そうですね、次回ね、一応何個か今あのこれネタを、あの直前のがいいと思います。私調べちゃったりするんで、ね、うん、貯めてあるんで、またあの、はい、収録の直前に送ろうと思います。はい、はい、曲の方に行きたいと思います。何しますか？何がいいですかね。漢字とか。漢字。食べ物みたいなのに関係あるものがいいんじゃない？漢字の曲とかなかったです。カムカゼ。カムカゼ行きましょう。カムカゼ行きますか。はい。ではカムカゼで画竜転生聞いてください。
い、ありがとうございました。画竜転生聞いていただきました。これどういう意味なんですか？画竜転生はですね、画竜転生を書くっていう言われ方の方が多いと思うんですけど、故事成語ですね。物事を作って完成するときに最後の仕上げに何か忘れてしまうことを画竜転生を書くというんですよね。画竜転生を書くっていう、画竜転生書ける、書けるか、はい、だ全体を引き立たせるところのなんか肝心なところがないみたいなことを言うんですよね。画竜転生だけだと最後の仕上げ、大事なところ忘れちゃったでみたいなことでしょ、書くだとね、うん、そう。それだと曲名的にはちょっとあんまりいい意味にならないのであのか、画竜転生だと大事な、そう、最後の大事なとこやで、そうそうそう、そうですね、うん、なるほど、わかりましたあれ他の2曲も漢字、1曲目は The Legend of Snow Fairy なので英語ですけど、めちゃくちゃ英語じゃないですか、まあ、でも雪女伝説ですからね、感じですね。で2曲目がタゴトの月の感じですね、うん、なるほど、うん、みんな感じがあれなんですね、ついてるんですね、うん、こういう故事成語とかって学校でやりませんでした？授業で、国語の授業でなんかやったんじゃないですかね、多分覚えてます、うん、覚えてなくないですか？覚えてますよ、全然覚えてないです。なんだっけな、矛盾とか、はい、矛盾ってどんな字ですか？矛盾はだから矛と盾でしょ。え、矛と盾、あ、ちょっと待って、ピンときてない、はい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 、矛と盾ですね。あ、これなん、その古い漢字だよみたいなことなんですか？古い漢字っていうか、だからそのなんでその言葉ができたかっていう話があるんですよね、お話が。なるほど。あと水耕とかもそうですよね。水耕って どういう意味の水耕？遂行、うん、例えば作品を遂行するとか、作戦を遂行する、作品作戦じゃないよ、作戦じゃないの、作戦じゃない、作品ね、遂行する、まあ、曲とかでもいいんじゃないですかね、この楽曲を遂行するとか、遂行はやるみたいなことですよね。違います。え、違うの違うでしたっけまあ、何度も何度も作り直していいものにしていく、そういうことか、ブラッシュアップみたいな感じですかね。あ、違う遂行を言ってた私、うん、多分そうですね。押して叩くって書くやつですよ。はい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 、はい、あ、これか、へえ、すごい、今までの人生で一回も使ったことないですねこの感じ、まあ、なかなか使うことはないですよね、そんなに遂行もしてないしね、うん、なるほど、ちょっと勉強になりましたね今日は、漢字の、ね、今日は漢字の勉強に、はいはい、でちょっと意外と長くなってしまったので一つだけ、そうですね、お便りを紹介させていただきたいと思います、はい、レンタロさん、成田さん、さくらさん、こんばんは。今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。コロナ禍でこのような状況になる前、成田さんは東南アジアでのライブを何度もされていました。イヤキャンも結成後にジャカルタなどでライブをされていましたが、海外公演でこんなトラブルや苦労があったというお話が聞きたいです。逆にこういうところは素晴らしかったというところも教えてくださいということです。はい、ありがとうございま す,、はい、います。科学職人のレンタロさんです、はい、いつもありがとうございます。3人で回してるっていう噂の、はい、もうね、このジャカルタ公演のトラブルとか苦労とかね、話し出したら多分これで1本分以上になっちゃうと思うんですけど、はい、うんうん、まあいろんなことが起きますよね。ありますよ、うん、そう、桜井さんもね、忘れたりとか、はい、それは自分のせい、マジ奇跡じゃないですか。マジで あれ行けたの奇跡じゃないですか。そうだけど、それはインドネシアのせいじゃないですからね。マジで奇跡だから。あれ本当、飛行機、あのあと飛行機で行けたのマジで奇跡なんで。本当ですよ、うん。あれだってバンドでパスポート忘れて、うん、全米ツアー参加できなかった人とかいるからね。うん、話聞きますもんね。そうですよ、うん、あの日ね、本当よかった。そう、シンガポール便が1日2便あってよかったですね。そう、もう1本あってよかったっていう話。他の国とかだと1本とか、下手すると何日に1本とかね、うん、ありますからね。もうそうなったらもう終わってますからね、ライブ自体ね、はい、マジで奇跡ですよね。まあそんな大トラブルもありましたが、はいはい、まあ、僕がね、一人で行ってた頃はそうだな、まあでも一番多かったっていうか、いろいろ起きるのは音響トラブルですね。うんうんうん、うん、
やっぱり日本ってそのなんだろう、音は別としてそのオペレーションとかそういうことに関してはちゃんとしているというか、うん、まあ一応仕事としてちゃんとねやってくれるんですけど、まあその辺がねインドネシア緩いんでね、まず機材があるかないか不安っていうのと、まあ、あっても壊れてるとか、あと意外なのは日本とかよりも最新の機材はめちゃくちゃ多いです。うんうんうん、だ常にその音響機器とかはね最新のものがあって、日本はね古いものが多いから、まあ、最近そんなことないですけど、機材の最新度で言ったらインドネシアの方が全然進んでますね。うんうん、ただそれをね扱える人がいないんですよ。新しい機材だけあって扱えないんだ。すごい。まあ、多分古くても扱えないんですけど、使い方がよく分かってないっていうね。うん、だから結構ミキサーの使い方をね、まあ、教えたりというか、まあ、結局自分でやるような羽目になったりとか、そういうことはよくありましたね。うん、特にデジタル、自分でできるからすごいですよね。特にどこ行ってもそのデジタル機材とかになると、この数値が何の数値なのかっていうのをわけ分かってなくて変えてしまうっていうね、うん、ことがあって、とりあえず変えとけばね、なんかなるかもしれないし。そうなんですよ。だからモニター関係とかはね一番ひどかったですね。うん、本番になって急に音切られるとか、うん、あと僕はピアノなのでボーカル用に返してる、ボーカル用に返してるモニターのスピーカー、転がしっていうんですけど、下に地面に置いてるスピーカーがあって、それいらないからそれ音切ってくれって頼んだんですよ。うんうん、そしたら現地 のエンジニアが切り方がわからないから、そのスピーカーをひっくり返すっていうね。物理的に。そう、音が出てる方を地面に向けてひっくり返すっていう、物理的にね、すごいことするなと思って、うんうん、すごいアナログな、アナログな、ね、線を抜くとかでもないんだね。そうなんですよ、そういうことでもなくね、うん、地面に向けるっていう、うん、あとはどこかの回線が一個逆走になってて、うん、ステレオで、こっちでステレオで出してるオケの音量のフェーダーを左右同時に開けると音が消えるっていうね。なるほど。そう、フェーダーを上げると音がフェードアウトするっていうね。はいはい、なるほどなるほど。もう大事件もあったし。大変なことになってますね。うん、あとモニターとメインスピーカーがあるんですけど、そのメインスピーカーの方にディレイが入ってて、ディレイって言ってもエフェクトのディレイじゃなくて、やまびことかのエフェクトのディレイじゃなくて、本当にいわゆる遅延ってやつですね。あ、うん、会場が広かったりすると、そう、はい、そのディレイを入れてタイミング変えるんですけど、そんな大して広くない会場なんですけど、なぜかそのディレイのところ触っちゃったみたいで、モニタースピーカー、触っちゃった。そう、帰ってくる音とメインで出てる音がめちゃくちゃずれてるっていう、なんか32分音符1個分ぐらいずれてるみたいなことがあったりとかね、もういろんなことがありすぎて、うん、あとはそうだな、まあ野外っていうかね、外でやることが多かったんで、ステージ上の体感温度多分40度超えてるんですよね。うん、うん、めちゃくちゃ暑いんで、で転換の時に誰も来ないっていうね。もうみんなサボってるとか、みんなサボってる、暑いからちょっと行きたくない、うん、暑いから、うんうん、あと結構大きな、そう、結構大きなジャズフェスなんだけど、MC の人たちね、うん、司会者がね、 MC の人たちがそのまあアーティストとアーティストの間だけ喋ればいいじゃないですか、仕事的には、うんうん、だその間どっか他の会場に見に行っちゃうっていう、ね、帰ってこない、そう、帰ってこない。仕事大きい、そう、仕事大きい。すごいな、自由です ね、もうね、そんなのあげたらキリがないですけどね、まあそういうことはたくさんありましたね。うん、まあでも逆に素晴らしかった点っていうと、やっぱ音がバカでかいんで、うん、あとサブウーファーとかもすごい仕込むから、うん、そういう音的な、なんだろう、充実感というか、まあ、すごくありますよね、うん、日本では体験できないような爆音で演奏したりとか、うんうん、まあ、あとそもそもね電圧も違うんで音の出方も違うんですけど、うん、やっぱねそういうのを含めてすごいこう日本とは違うワクワク感というか、うん、そういうのはありますよね、うんうん、苦情言う人もいないですしね、そういないですからね、うん、夜中深夜に爆音でリハやってましたもんね、うん、これ日本でやったらマジで
苦情祭りだなと思ったけど2時3時に許されるんだって、うん、やってますからね、うん、朝方まで本当に2時とか3時ぐらいですよね、うん、そうリハやったの。そうそう、うちらがね実際そう遅かったんですよね、うん、本当に2時とか3時にリハやって、うん、それも普通の通常の音量でやりますからね。爆音だったよ、うん、爆音で、うん、これ寝てるんだよな周りみたいな。よくあれで苦情来ないよな、うん、イベント自体もね夜中の深夜イベントとかでもそんぐらいの音量出してやってたりもするんでね、うんうん、全然その辺は日本とはやっぱ違うところですよね、うんうんうん、すごいあのみんな好きですしね、うん、音楽ね。そう、うんうん、なんかそういうスタッフ、まあ、スタッフというかあの一緒にねそこでお手伝いしてくれるインドネシア人たちもねすごいあのみんな人懐っこい人が多いというか、うんうん、だそういう楽しさとかねそういう面白さもすごくあるし、うんうん、そういうところはいいですよね、うんうん、桜井さんもあれですよね、うん、本番の時に DI 抜かれましたもんね。そうそう、 DI 抜かれてたんですよ。音出ないと思って後ろ見たら DI を交換してるっていう謎の演奏中にね曲中だよなんで今みたいな曲中だよ今曲間とかだったら分かるんですけど曲中に DI を交換してるっていう、すごいことが起こってますね。すごいですよね今かよって思ったよでもそんなもんじゃないかな、うん、まあ私1回しか行ってないから多分先輩らがめちゃくちゃそういう経験してると思います、うんうん、そうですね、トラブルがなかったことがないくらいの、うん感じですもんね、うん、絶対何か起きます、うん、何かしら起きてます、うんうん、そんなところですかね。あれ何だっけ、ジャカルタ、シンガポールは1回ですか、うん、先輩はシンガポールでも演奏したことある、イヤキャンの時だけかなですね、うん、イヤキャンで行った時ですね、シンガポールは、うん、他にこの国で演奏したいとかあります？いやもうしたいところはいっぱいありますよね特にピックアップしてここの国で演奏したい。そうだな、でもヨーロッパとか、ね、ヨーロッパは私も行きたいと思う、うん、あやってみたいなと思いますね、まあ、やっぱイタリアとかね、うん、行ってみたいと思うし、あとイギリスとか、ね、イギリスにもあのスムースジャズのチャンネルがあったりとか、うんうん、あとドイツにもね、うん、スムースジャズのレビューアーさんがいたりとかするので、うんうん、なんかねそういうヨーロッパツアーをやりたいですよね、回って、うんうんうん、各国を回って、うん、行きたいです ね、イギリスとか行ってみたいな、うん、なんかあの天気悪いですかねっていうねイメージというか、うん、そういう風に言われることが多いですけどね。あとなんかご飯はあんまり美味しいのがないとか、うんうんうん、名物がないみたいなのとか言われるけど実際どうなのかがちょっと、ね、実際 ね、そう自分でね行ってみないとわからないんで、うん、やっぱりそういうのはね、うんうん、行きたいですね、はい、行きたいです。でも本当ね世界ツアーができるようになるのはねちょっと当分難しいですもんね、この状況だとね大混乱中ですもんね、うん、だから本当行けてまだこれでもね行けてよかったなって最近思います、うんうん、行くことができてね、うんうんうん、今からじゃ本当にもうどんなに頑張っても行くこともできないし、向こうでねそういうイベントを組むこともできないですし参加することもできないと思うので、うん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 、ジャカルタとかはどうなんですか、流行ってるんですか、すごい。あ、すごいですよ。あ、そうですか、うん、うん、ロックダウンとかもしてるので、うん、やっぱり普通に生活するにもなかなか大変なところもあると思いますし、うん、そうなんだ、そっか、こう早く混乱がね収まるといいですね、うん、そうですね、本当に、うん、みんなが音楽がを楽しめる世の中に早くなってほしいなと思います。はい、はい、キーレイジャズキーレイミーティングでは皆様からのサポートを受け付けております。今後の活動資金として使わせていただいております。ベースのキーレイジャズショップのページからキーレイミーティング活動支援をクリックしていただくと、お値段によってグッズをお届けさせていただきます。ぜひご支援のほど何卒よろしくお願いいたします。すべての質問やお便り、話してほしい内容などはキーレイ mtg@gmail.com で受け付けております。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。皆様のお相手はピアニストの成田玲、ベースの桜でした。それでは皆様。
きげんよう。